皆さんこんにちは、サンシャインのひとみです。今日は簡単に作れるハーバリウムを作ってみたいと思います。まず用意するものは透明の瓶です。これはセリアで買いました。そしてこの瓶の中に入れる造花です。これはキャンドゥで購入しました。そしてこの瓶の中にお花を入れて液体を入れますが、今回はこの洗濯のりを使いたいと思います。簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみてください。今から作っていきますね。造花を用意した瓶の高さに合わせてカットします。お花が浮いてこないようにちょうど瓶の高さに合わせてカットすると作りやすいですよ。あらかじめ熱湯消毒をしておいた瓶の中に先ほどカットしたお花を入れていきます。長さを調節していきます。長さを調節して瓶の中でお花が動かないようにします。瓶の中にお花を固定したら洗濯のりを入れていきます。泡が立たないようにゆっくり注いでいきます。瓶の上まで注いだら蓋をして出来上がりです。超簡単なハーバリウムです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんなものを作ってほしいというご要望がありましたらコメント欄にお書きください。できる限り挑戦してみたいと思います。よろしかったらグッドボタンやチャンネル登録もお願いします。他にもいろんな作品を作っていますので見てくださいね。ありがとうございました。